どうもテラスです。今日はなんか強いスプラスコープ使っていこうと思います。この武器なんか強いんだよね。語彙力がなさすぎるんですけど、最近チャージャー系統で言うと鉛筆リッターが抜けて強くて、スプラスコープって結構影に隠れてるというか、あんまり強いイメージがなかったんですけど、ヤグラホコだったら普通にガチ武器、何度も助けられた。味方のスプラスコープが強かったから、 OK、 この動画撮ってるみたいなとこある。ありがたいんだよな、味方にスプラスコープいると。ナイス、落ち確定、関門突破。これが強いよね、ヤグラ箱だと。雑に使ってもとりあえずちゃんとは絶対進めれるみたいな感じだから。あ、惜しい、ボムで倒せないか。右の吸引器を避けたら左のボムに当たるっていう、そういう作戦だったのに。この武器吸引器の使い方も大事だけど、スプーボムの使い方も相当大事な気がする。吸引とボムのボムをしっかりやっていきたい。曲がったらボムを投げる。ナイス来る、ナイス。味方が強い、ここ持てそう。待って、後ろか、倒したい。あ、それカーリング乗ってこない。待って、ここめっちゃ進んでる。ナイスすぎる、味方27まで。俺が狙ってる間に、オッケーオッケー。チャージャーってやっぱ近距離が弱いじゃん。オッケー。だから敵の前線が結構詰めてくるから、近距離だったら勝てるって感じで、だからそこにボムを置いておく。そうすることにより近距離も強くなる。ちょっと待って、来ないで、近距離弱いからと見せかけてボム、こういうことよ。弱いふりして敵を誘い込む。ナイス、危ない、これ外すのはやばい。オッケー、これは当てる、倒したい。うわ、バイバイ、ログアウトしてた。カラーの箱持ち、元気溜まってる時とか、溜まりそうな時あんまり箱持ちたくないけど、元気溜まんない時はここ積極的に持っていく。あぶだ、いや、このポジションちょっと怖い。ここでやられちゃうと、ここ左ルートに速攻持ってかれてカウントリードされる可能性があるから、できるだけここ前に持ってきたい。なんとか守りきれそう。このステージ左でやられるとマジで速攻段差登られて負けるときあるから注意が必要。ナイス、チャージャーハイドラで守っていこう。うわ、外す。ウルトラ着地当てるの簡単なはずなのに、エフェクトがすごいから、なんか変に焦っちゃうみたいな。冷静に打たないと。すいません、すいません、全部任せてほしい。当てたら無理だ。デンタライパー切られちゃうから、切れない。オッケーオッケー、なんとかあった。ここら辺にいそう。オッケー、ランプはないか。いや、もう飛んでたのか。ありがとう。吸引器強いけど、ワイパー系統が弱点すぎる。吸引器本体で弾けるようにしてほしい。ガキンって、切られませんよ、みたいな。吸引器ってメタルで作られてるっしょ。知らんけど。後ろ下がろうと思ったけど、ハイドラの人そこいるなら、ちょっと強気に、このポジション取ろう。同じとこで守っててもあんまり意味ないから、この場所だったら左の、ハイドラの車線と、俺の車線も右から通るから。後衛2枚になった時とか、ポジション意識めっちゃ大事。OK。同じとこで守ってても相手からしたら、攻めやすいんだよね。車線が1個しかないから。だから後衛2枚の時とかは、できるだけ広がって、車線を広げて守りたい。うわ、守れなかった、ごめん。ケーキの弱点は、守れなかった時に心が痛む。あと一歩早ければって。まあ、だけど気にしすぎも良くない。自分を追い詰めすぎるのも良くないから、もしも釣れなくて守れなくても、ペーペロ、次は守る、釣れなくてグーメンみたいな、そういうノリのが
ハンチャ。いい説ある。で、これは持たせなければ8だから、ボムで絶対矛持たせない侍。ナイス。ヤグラのスプラスコープ、マジで、最強です。どれぐらい強いかっていうと、1対7でも勝てるレベル、頑張れば。それはちょっともったいかもしれないけど、ワイパーに切られようが、立体に見られようが、吸引機でなんとかある。立体に対しては射程で負けちゃってるから、対面、純粋な対面はきついんですけど、この乗ってやばくなったら吸引機っていう、ルール関与して勝つ感じ。試合を動かせます、この武器一つで。対面きついけど、もうこれでね、無に返すよ、立体の弾は。で、限界までカウント進めると。なんなら吸引機で立体倒せ、うまっ。待って今、吸引機終わった瞬間 0. 何秒後ぐらいにやられたんだけど、相手体内時計完璧すぎない。吸引機終わる瞬間に撃つみたいな。10秒数えてって言って、マジでコンマの誤差もなく10秒数えれるタイプ、相手。やばすぎだろ、相手のリターンの体内時計。考察しすぎだろ、俺。こういう純粋な対面だったら結構きちい。うん、結構きちい、リッター。まあでも、全然、やり合える。立体に対しても。というか、ガチアグラガチオコとかだと、上位100人にも、ちらほらいるんだよね、スプラスコープって。だから、実績としても、ルールによっては、OK、勝っていける。逆にエリアとかだと、あんまりいない、スプラスコープ。エリア、ちょっと鉛筆が、最強すぎる。逆に、他ルールだと鉛筆あんまりいないんだけど、エリアは、強すぎる。ドリンクとメインでめっちゃ濡れるのが。ヤグラホコもドリンク強いけど、鉛筆メインがヤグラ止めにくいから、他のチャージャーに比べると一角が出ないから、それが理由でヤグラだと鉛筆そんなにいない。あ、それやばい。一発当ててはいる。 OK、 チャージが早いからハイダンク割と壊しやすい。で、溜まりますよと。溜まったら確定でカウント稼げる。ライトのリッターの体内時計やばいから。待って、右か。これ終わった瞬間に抜くのやめてほしい。マジやめて、マジやめて。危ない危ない危ない。うまっ。ちょっと勘違いをする方がいるかもしれないんで、ここで説明させてもらうと、歩道がリッターが強すぎるっていう動画ではありません。単純なキル勝負だとマジできつい。でも貢献してる感ありませんか、スプラスコープ。とにかく乗ってある程度キル取りますよみたいな。乗るチャージャーって強い。多分ヤグラ乗りながら相手に圧かける動きが一番しやすい武器ってチャージャーなんだよね。当たんない。まあ、半チャだそれ。ナイス、ありがとう。あとフルイド出そう。そこ飛んできそう、ワンチャンフルイドのとこに。守りきれるかな。助ける。ヤグラにめっちゃいる。ナイス。ここ守りきったのでかい。スプラスコープのいいところ、結構濡れる。よし、吸引機たまり。これワンチャン左攻めるのありか、吸引機で。これ味方押してくれてるから、吸引で釣ってキルアッチしよう。乗る乗る。オッケー、いいかも。カモンで気づけた。ワンチャンたまらないかな、吸引機もう一回。ステゾーめっちゃ積んでるとはいえ、さすがにたまらんか。これ味方復帰まで耐えたいな、降りずに。降りたくない。オッケー、これ絶対飛んできてくれるから。ナイス。みんな飛んできてくれた。全然行ってきていいよ。乗りは任せなさい。どこの吸引機？天国からの地獄やめて。あ、倒せない今のボム。ナイス。結構ヤグラ乗ってやられる立ち回りしてるから。セルスジャンプ、強いわ、スプラスコープの。あと残り10秒だから。守れば勝てるから。ちょっと味方が近くにいるのを確認してから、カモンを押してからの吸引機。あ、それやばい、それやばい。ナイス。ポン。そしてボム。あは。逃げ道はありません。
最強すぎるこのコンボ。せっかくなんでチェージキープの方も使っていこうかなと。こっちもこっちで良さがある。前出る動きができる、チャージキープのおかげで。ただ射程が若干短いのと塗りが弱い。スコープ動画長い分ちょっと塗り強いんだよね。スペゾー 0.2 分ぐらい、多分こっちの方が剣気溜まりにくい。 OK。 でもチャージキープがあるから今みたいなびっくりキルができる。あと前線にも出やすい。ナイスキル。あと正面。ただあれだな、チャージキープが楽しすぎて矢倉乗らずに前行っちゃうみたいな、これ良くない。本末戦闘。俺の使命は矢倉を乗って吸引機で進めることなんだよ。使命を忘れるな。あくまで乗る。あとこっちのメリットとしては周りが見やすい。スコープってどうしても視野が狭くなっちゃうから覗いて、乗りながら周りめっちゃ見やすい。元気食べたいな。守りたい。うわマジか、変わったけど間に合わなかった。うわすげーのって感じ。マリア強ってか今のスコープだったらハマってたな。吸引機やめてほしい。変えた直後にスコープだったらみたいな。しかも言うてそこまで変わらないのにあんな若干たまらないみたいな、そんなことある。ナイス。マジでスコープじゃないと前出やすすぎてやばい。当たり前かもしれないけどずっとスコープ使ってたからさっきまで。まあ正直どっち使うかは性能に若干の違いはあるけど好みって感じする。当てやすい方を使うのが良さそう。スコープとチャージキープはよし。久々になんか乗って吸引機してる気がする。ナイス。これまた攻め続きそう。ここのドリンク強い。味方乗ってくれてるからここで射線ピロピロ。ここいるだけで相手左来れないでしょ。いや、これ一旦、生存。流れで敵陣来ちゃったけど。いや、ま、帰らなくていいな。味方結構右頑張ってくれてるから、俺ここいるだけでも相手、圧になってると思うし。戻ります。え、これさ。やばい、安定感やばい。自分で乗るよりも包み込んでたんだから矢倉全部。ナイス。矢倉の吸引機楽しすぎだろ。ガチハートいいね祭り開催します。この動画すぐいいねします。コメントに。なんでかというと、まあ、僕いつもいいねはしてるんですけど動画を上げてからすぐにはしないんですよ。なんかいいね俺がするとさ、まあ、コメントティラミスさん見てるんだみたいな感じで、なんか緊張するかなみたいなコメントする人が。いや、まあ別にそんなこともないかもしれないんだけど、まあなんかそれで俺あんまりすぐ動画にいいねってあえてしなかったんだけど、見てるんだけど、まあ、だけどすぐいいねした方がみんな嬉しいんじゃないかと思って、まあ後からもいいねいつもしてたんだけど、まあ、新鮮ないいねを届けようかなと。だから今日はハート祭りを開催します。マジで、矢倉の吸引機やばすぎるな。動画の最初の方にさ、矢倉と矛の吸引機が強いみたいな感じで言ってたと思うんだけど、矢倉のが強くない？同格じゃないかもしれない、矢倉と矛。普通に、矢倉の吸引がやばい。おそらくこの動画を見て、この動きの評価が変わった人がいると思う。俺もね、最初、スプラチャージャー、現環境、あんまじゃねえと思ったんだけど、最近、ケルビンでガチヤグラ、今3100行ってて、結構やってて、普通に、嬉しかったんだよね。味方のスプラッツポープが。なんか、あれ、強えなーって。あれ、強えなーって。だからね、この武器は最近、俺の中で、評価が上がった武器。スプラトゥーンのいいところって、ルールによって強い武器が違うから、そこいいよな。いろんな武器が、活躍しやすい。まあ、どのルールも強いみたいな武器もあるけど、ルールによって変わるのは面白いよな。ガチョウコとかフルイドめっちゃ強いとか、そういう感じでね。
取れます。ティラミス史上一番矢ぐらい乗ってる動画かもしれない。普段ガンガンキル狙って乗らないこと多いけど、もうキルは味方に任せて乗りまくってる。で、バリアブルローラーって名前でガッツリシャープマーカーネオだね。ちょっとおもろいよな、そういうなんか武器と名前全然違うみたいな。カウント22でかい。相手の編成かなり強いけど、こっちの編成も強い。当たりそうだ、当たんない。うますぎるそれ。マジか、今相手イカ忍者だけど多分ゆっくり動いて消してたしぶきを。さすがバリアブルローラー使い、イカ忍者の使い方がやばい。多分バリアブル普段使ってるけど今シャプマ使ってるみたいな、そういう感じだよな。元気たまる。 OK、 今のは若干しぶき見えてた。目凝らせば分かる、イカ忍者で。元気溜まってる時は積極的に乗りまくる。この動きマジで強いよな。仮にやられちゃったとしてもこれほら時間を稼いでここまで進めれたからマジで楽しい。バリア武器でヤグラガンガン乗るみたいな、そういう立ち回りと同じ匂いを感じる。あぶねえ。オッケー、反射神経頑張った。そこ飛びそう。これ飛んでる飛んでる飛んでる、見えてる見えてる見えてる。今当てたらめっちゃかっこよかったよね。うん、ちょっとまあ見えてるのすごいんだけどさ、あそこ外すんだティラミスさんと思った方いると思うんですけど、まあ、外しますよ。僕人間ですから、人間誰しもミスはします。オッケー、ミスはするよね。こういう気持ち大事。自己肯定感を上げていこう、上げていこう。ナイス、ありがとう。で、しっかりナイスを返す。ここで好感度アップ、味方からの。で、この人と次マッチングした時とかに、吸引機で合わせてくれる。そこまで考えた上での、ナイス。好感度を上げる。いや、これちょっと怖いか。こっち、ヤグラ絶対止めれるスペシャルとかないから、トルネとかナイス玉とか、ハイタンクとか。22だけど、油断できないな。オッケー、でかい。マジ。いや、うまい、そっち来るか。倒したらでかい。後ろに、バリアブルがいる。バリアブルじゃない、シャープマーカー。まあまあ、名前はバリアブルだから間違ってもないんだけど。まあまあ、ちょっと待って待って、これ外して負けるみたいな。待って、レール当てろ、レールに当てろ、さすがに。隊員、レール外して遅くなって、やぐら止めれなくて負けみたいな。おお、ナイス。これ、あれか、結構危なかったけど、相手、ちょうど乗る人いなかったみたいな。あるあるだよね、割と。ヤグラ守ろうと思ってみんなで前出たらちょうど乗る人いなくなっちゃったみたいな。という感じでね、今日スプラチャージャー使ってったわけなんですけど、ヤグラだとこんな強いんだと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。